みんな注目、とっても可愛いロップイヤーのウサギさんだよ。垂れてるお耳がめちゃくちゃキュート。愛嬌たっぷりな感じが僕ちんのイメージにすんごくぴったりだと思わない？それにオトヤンとアイアイからは撮影に使ってほしいって人参の形のクッションをプレゼントしてもらったんだ。いかにもウサギさんってモチーフがキャッチーでグー。もちろんガンガン使っちゃうよ。レイちゃんのウサ耳パワー全力全開でいくからね。ウサギは寂しいと死ぬなんて言うじゃない。でも本当はそんなことはないんだって。君は知ってた？本当はね、ウサギは寂しがりじゃなくて嘘つきなんだ。お腹が空いててもどこか痛くても本当のことは周りに隠しちゃう。それがウサギさんの性格。似た人を知ってるって？誰のことを言ってるのかな。僕なら本当のことを隠さず君に伝えるよ。ウサギは寂しがりじゃないかもしれないけど、僕は会えない時間、君が恋しくてたまらないって。